アンソニー・デバンテ・ドワーズは、アメリカ合衆国上ジ,ジア州アトランタ出身のバスケットボール選手、NBA のミネソタティンバー・ウルブズに所属している。ポジションは、シューティングガード。少年時代は、アメリカンフットボールで、ランニングバック、クォーターバック、コーナーバックとしてプレーし、ユースチームに選出されるほどの実力の持ち主だったが、兄がバスケットボールをプレイする姿を見て、 自身もバスケを始め、以降バスケに専念した。高校卒業後、ジョージア大学に進学。2019年11月5日のデビュー戦で24得点を記録した。これは1979年のドミニク・ウィルキンス、以来となる、同大学の新人のデビュー戦最多得点記録である。1年目からエースとして活躍し、チームトップの平均19.1得点を記録。 オール SEC、セカンドチームに選出され、SEC フレッシュマン・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。2020年3月20日、2020年の NBA ドラフトへのアーリーエントリーを表明。代理人と契約し、ドラフトに向けた準備を進めるためチームを離脱した。2020年の NBA ドラフトで、ミネソタティン・バーウルブズに全体1位で指名された。 1>, 1年目の2020から21、シーズン開幕当初はベンチからの起用が続いたが、フィールドゴール成功率が40%を下回るなどを苦しんだ。しかし、シーズン途中にヘッドコーチがクリス・フィンチに交代してからは先発で起用されるようになり、得点を量産。2021年2月19日のトロントラプターズ戦では、渡辺裕太の上から豪快なダンクを決め、 日本のメディアでも話題となった。その後、3月19日のフェニックスサンズ戦でキャリアハイとなる42得点を記録した。このシーズンは全72試合に出場して平均19.3得点、4.7リバウンド、2.9アシストの成績を記録。チーム成績の悪さから新人王の受賞は逃したが NBA オールルーキーチームのファーストチームに選出された。 オドネル、リッキー、ハウ、アンソニー・エドワーズ・ビケーム・ザ・ポテンシャル・ナンバー1・イ NBA ドラフトピック、スーパー・ヒーロー・ノーン・アズ・アントマン、sbnation.com、2020年8月26日閲覧。アンソニー・エドワーズ・イズ・レディー・フォーザ・ネクスト・レベル腕に筋肉。スラム、2020年8月26日閲覧。ウエスタン、キャロライナ・ VS、ジョージア。 ゲームリキャップのオーベンバー後、2019、ESPN、ESPN.com。2020年8月26日閲覧。同地クリス、ジョージア・エス・アンソニー・エドワーズ・アームド・ウィズ、NBA ・アスレティシズム、NBA ・ストレングス、NBA.com。2020年8月26日閲覧。SEC ・アナウンス2020・メンズ、バスケットボール・アワーズ、 w w w s e c s p o r t s c o m 2 0 2 0年8月26日閲覧 No.1 プロスペクトエドワーズデクレアズフォー・ n b a ドラフト ESPN.com2020 年8月26日閲覧 NBA ドラフト2020ティンバー・ウールブズから全体1位指名を受けたのはアンソニー・エドワーズ亡き母と祖母に感謝 b-a-s-k-e-t--c-o-u-n-t.com 2020年11月19日閲覧ドラフト1ルーキーの豪快ダンクを食らった渡辺裕太チームは逆転勝利も存在感を発揮できずバスケットカウントバスケットカウント2021年8月22日閲覧アンソニー・エドワーズ42ポイント。メイクマークイン n b l キーヒストリー www.nba.com 2021年8月22日閲覧ラメロボールアンソニー・エドワーズヘッドライン2020から 21NBA オールルーキーチームズ www.nba.com 2021年8月22日閲覧ありがとうございます